超追っかけるのはいいが、一人で遠くに行くんじゃねえぞ。危ねえからって、もう見えねえじゃねえか。あいつ一人でどこ行った？確かあっちに。すぐに追いかけましょう。あそこ、お花畑の真ん中にバンピーちゃんが。なんだってそんなところに。こっちは本気で心配したっつうのに、ずいぶんいい笑顔で眠ってんな。でもこいつ夢の中でも超追いかけてるぞ。バンピーちゃん、起きてください。こんなところで眠ってたら風邪ひいちゃいますよ。おはよう。たくのんきなもんだな。なんでこんなところで眠ってたんだ。ポカポカしてて、だんだん眠くなってきちゃって。あ、そうだ、蝶々はどこ。ここには見当たりませんね。そっか、残念だな。本当に蝶々が好きなんですね、バンピーちゃん。蝶々だけじゃなくて、可愛くて綺麗なものは好きだよ。メドベキアには可愛い生き物少ないから、つい夢中になっちゃったの。確かにあの島は可愛いってのとは無縁な感じはするな。お城以外に綺麗な景色あんまりないしね。それに比べてお外の世界って本当に綺麗。この森とかも、このお花畑とかも、こんなにお日様が当たってこんなにキラキラしてるところ初めて見たもん。この森も綺麗だが、この空にはここだけじゃなくとも綺麗な場所はいっぱいあるぜ。と一緒に世界を見に行きましょうよ。お、そいつはいいな。オイラたちは空を駆け回ってるから、いろんな景色を見れると思うぜ。いいの？バンピーちゃんも一緒について行っても。当たり前だろ、歓迎するぜ。それじゃあ約束、元気になったら私にいろんな世界を見せて。まあそれは置いといてだな。バンピー、お前もうちょっと危機感を持った方がいいぞ。ここは穏やかな場所だが、一応魔物が出るんだ。こんなところで一人で寝てちゃ。
確かにまだチューってしてないけど、ケンゾくんはもうバンピーちゃんのケンゾくんなの。はいはい、そうですね。もういつか絶対カプッとしてチューってしてやるんだからね。わかったわかった。ほら収穫に戻ろうぜ、日が暮れちまうよ。そうだな、早いとこ集めちまおうぜ。でもバンピーちゃん疲れちゃった。ねえケンゾくん、バンピーちゃんのことをおぶって。おい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 、本当にわがままだなおめえは。わがままじゃないもん、おぶってほしいだけだもん。早く早くおぶって、おぶってくれなきゃやだ。うわこりゃもうダメだな。仕方ね、おぶってやれ。避けろ団長。うわー、噛まれ。いや、飛びついた瞬間落ちちまったらしい。悪いが団長、しばらくおぶってやれ。本当に疲れてんだろ。さて日が暮れちまう前に俺たちだけで少しだけ果物集めてやろうぜ。そうですね、いっぱい集めてバンピーちゃん驚かせましょう。昼飯食べたばかりだろう。次の村に行くまで食いもんはねえぜ。つか今更なんだけどよ、ヴァンパイアって血以外も普通に飲み食いするんだな。うん、普通にお肉とかお野菜とか食べるよ。あ、でもメドベキア以外の食べ物は食べちゃダメみたいな掟が。なかったよな、なかったよな。はあ、おめえ本当にヴァンパイアの掟に興味がねえんだな。もうそんなことよりお腹すいた。スープ、スープ飲みたい。ルリア姉ちゃんも飲みたいよね、あったかいスープ。あったかいスープ、はい、たくさん飲みたい。だよねー。
得意なんですよ。そうなのか。でもおめえが料理したとこなんか見たこと。得意ったら得意なので、一番得意なのはスープなんだから。だから美味しいスープを作ってみんなにご馳走してあげる。よし決定。次の村へ行ったらスープパーティーだ。待て待て、先に依頼があるだろう。それじゃあ依頼と一緒にスープパーティーしよう。材料集めはよろしくね。やれやれ、相変わらずわがままお姫様だな。つか材料集めは俺たちなのかよ。まあうだうだ言ってもしゃあねえし、さっさと村へ行くとすっか。いやあ、遠路はるばるどうもありがとうございます。いいってことよ。で、依頼は受けたものの詳しい内容は聞いてね。この村で一体何があったんだ。実はその、なんだ、妙に渋るじゃねえか。いえ、そのどうにも馬鹿げた話なので信じていただけるかどうか不安で。どんなお話なんでしょうか。私たちちゃんと聞きますよ。ありがとうございます。実はですね、おとぎ話で伝えられているヴァンパイアが近隣の森に現れたと噂されるようになりまして。え、なんだと？やはり信じていただけませんよね。あまりに馬鹿らしい話で。いや、そうだな。だが、もう少し話を聞こうか。私も嘘だとは考えているのですが、どうにも村人たちが怯えてしまい、そこであなたたちに事の真相を調査してほしく依頼を。この村には最近まで凶悪な魔物がよく現れていたのですが、最近ようやく姿を消したんです。村人たちも皆安心していたのですが、そこでこの騒動が起きてしまうとは。なるほどな。そいつは難儀な。大丈夫ですか。顔色が悪いようですが。大丈夫だよ。ピンピンしてるぜ。ちょっとあそこのお嬢さん。赤い羽を頭から生やして、おとぎ話のヴァンパイア。ちょっと待て、落ち着けって。俺たちの話を。化け物が実在しただなんて。誰か村の若いのを呼んでくれ。助けてくれ。こりゃ逃げた方が良さそうだな。
それじゃあスープ作れないじゃない。そこかよ、そこに怒ってるのかお前は。だってお腹空いたんだもん。ルリア姉ちゃんだってお腹空いてるでしょ。それはそうですけど。これも全部全部森のヴァンパイアのせいよ。今から森へ行って思いっきり叱ってやるんだから。つってもよ、ヴァンパイアってメドベキアにしかいねえはずじゃ。まさか本当に嫌がったとは。あー、こら、ちょっと待ちなさい。どうしたんだ、転んじまったのか。いや、転んだってよりも力尽きちまったように見えたが。おい、あんた、大丈夫か？安心しろ。俺たちは敵じゃねえ。あなたは、バンピー様？ん？バンピーちゃんのこと知ってるの？あなたは、メドベキアの王女。もちろん存じております。それで？なんであんたここにいんだ。確か掟で禁じられてんだろ、メドベキアから出ることは。お詳しいのですね。そうです。ですが、私は外の世界に興味を持ってしまいました。バンピー様、あなたのおかげで。どういうこと。王女という身でありながら、あなたは我々が大事にする掟と急襲を破り続けた。多くの民たちはあなたに不信を募らせましたが、私は同調してしまった。まさか、それで外の世界に興味を持っちまったのか。そうです。バンピー様を見ているうちに、メドベキアで命を終えること、何やらもったいない、そんな気がしてきまして。この考えは掟に反しています。ですがどうしても我慢できず、ダメ元で長に相談をしたんです。すると意外なことに外界へ出ることの許可がおりまして。フェルドラク、優しいし許可出してくれそうだよね。その後外界へ訪れ、あまりに広い世界に驚き感動していたのですが、人間たちに恐れられ迫害されてしまい、逃げるように森で日々を過ごしていました。なるほど。そりゃ辛かっただろうな。それでさっきはなんで倒れちまったんだ。それはあんたお腹減ってるの。ん？この森には果物がいっぱいあるみてえだけど、なんで食わないんだ。もしかして掟か。はい、私はただでさえ掟を破っています。外界の食べ物を口にして、さらに掟を破ることに抵抗がありまして。それじゃあ今まで何も食べずに。いえ、メドベキアにも生息する魔物を探して血を吸っていたんです。ですが、
近は逃げてしまったのか姿を見ることがなく、そのため食べるものもなく。あ、ちょっと待てよ。そういや、あの村の村長、あんたと似たようなこと言ってたな。ということはあれか、あの村に出る凶悪な魔物はヴァンパイア姉ちゃんのおかげでいなくなったってことか。え、じゃああんた村の救世主ってやつ？それなら村に行って一緒に悪くないって言おうよ。それとあの村でスープ作ってあげるから食べていきなさいね。でもその掟が。もう掟を守ってお腹いっぱいになるかな。ほら一緒に行くよ。行くんだから。は、ただのわがままお姫様かと思ったら急に正論言いやがんだな。おい、あんた知ってんだろ、こいつは一度言い出したら聞かねえってこと。はい、そうでした。行きましょう。いたぞ、ヴァンパイアが戻ってきたぞ。こら、あんたたち、ヴァンピーちゃんたちの話を聞きなさい。ちっ、ダメだ、話聞いてくれる雰囲気じゃねえ。一旦頭冷やしてもらうしかねえな。行くぞ。する気なんだ。おい村長さんよ、ちょっと話があるんだが。あのヴァンパイア、村を救ったらしいが本当か？信じられねえ。俺たちを油断させて食おうとしてるに決まってる。大丈夫だ。何かあったら俺たちが何とかするさ。
それに美味しそうじゃなくて美味しいんだから。はい、みんな食べていいよ。早く早く、冷めないうちに。どれどれ、そんじゃいただきます。なんとも形容しがたい。何の味だこれ。え、何のって、とっても個性的な味です。それってどういう意味ね。え、あんたは美味しいよね。率直に申し上げてまずいですけど、こんなにお腹が、心が温まるスープは初めて。本当に本当に温かい。ヴァイアにも俺たちと同じ心があるんだな。なあ姉ちゃん、あんた空腹なんだろ。そこの気空師さんから聞いたよ。それならなんか作ってきてやるよ。何が食いたい？いいんですか？ああ、俺たちあんたを誤解してたよ。村を救ってくれたのもきっと本当なんだろう。都合がよく今さらで不快に思うかもしれないが、歓迎させてはくれないだろうか。はい。まずいってどういうこと？ヤカム兄ちゃん、美味しいよね、ねえ。え、いや、その…おい、エビ、どうだ？なあ、おいらに振るなよ。はっきり答えなさい。はい、はい、つねるな。不思議ですね。あれほど子供っぽい方なのに、確かに王たるものを持っている。ヴァンパイアの私と人間たちをたった一杯のスープでつなげてくださった。まずくなんかないもん、絶対おいしいもん。あの方は無自覚なようですが、ヴァンピー様はやがて本当に私たちヴァンパイアの思想を、未来をきっと変えてくれるでしょう。私が言うことではないのかもしれませんが、彼女の成長をどうか手助けしてあげてください。バンピーちゃん一生懸命作ったのに。ねえ、本当に美味しくない？
わかった。ほら、ケンゾクーが飲むんだから、みんな飲まないなら返して。美味しかったよね、ケンゾクー。お前、よくやった、よくやったよ。それじゃあ今度はバッピーちゃんのお腹を満たしてね。もうお腹ペコペコなんだから、早くスープ作ってね、ケンゾクー。ありがとう、ケンゾくん。